米メディアが森保ジャパンに継承、日本代表最大の懸念点。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。ついに昨晩アジアカップが開幕し、開幕戦では地元カタールがレバノンを3対0で下しましたよね。そして日本代表の初戦は明日14日の20時30分、トルシエ監督率いるベトナムとの一戦。今回の日本代表はご存知の通り、圧倒的な選手層を誇り、今大会で優勝候補筆頭と目されていますが、そんな日本にどうやら米大手メディア ESPN が警鐘を鳴らしているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はフットボールチャンネルから。サッカー日本代表は12日に開幕した AFC アジアカップカタール2023で通算5回目の優勝を目指す。昨年12月に発表された FIFA ランクでアジア最高の17位につける日本代表に対し、各国のメディアが優勝候補と報道している。現地時間12日、アメリカのスポーツメディア大手 ESPN も日本代表について報じた。同メディアは日本代表を優勝候補として試合に臨むと表現しながら、以下のようにも指摘している。おそらく日本代表における最大の懸念はゴールキーパーにあり、過去12ヶ月ほどの間に何度も選手交代が行われている。アジアカップのメンバーに選出された3人の中で最もチームでの経験を積んでいる鈴木彩艶ですが、 A 代表でのキャップ数はわずか4試合にとどまる。また ESPN はかつて日本代表の正ゴールキーパーを務めた川島英二や本田修一を引き合いに出し、鈴木についてパフォーマンスに基づいて実力で試合に出場したとしても、現在の守護神が大舞台でどのように活躍できるかについては不確実な要素があると伝えている。そして日本代表に関しては、同じく優勝候補の一角として臨んだ2015年大会や2019年大会で敗れていることを参照しながら、前評判は当てにならないと述べており、以前の輝かしい世代が失敗した今、待望のタイトル獲得は日本の新たな才能にかかっていると結論付けた。このように伝えています。 ESPN では日本のゴールキーパー陣の経験値に不安があると指摘しているようですね。今回の代表のゴールキーパーで最も経験値が高いのが前川大也選手。現在29歳でヴィッセル神戸で98試合出場の経験を持ちます。父親も有名なゴールキーパーでしたね。ただその前川選手でも代表での国際試合出場数は1試合のみ。そしておそらく森保監督が今大会の主軸ゴールキーパーに据えてくると予想されるのが鈴木彩艶選手。現在21歳の鈴木選手は昨季まで浦和レッズのセカンドキーパーとして8試合に出場。今季からベルギーのシントトロイデンに移籍してリーグ戦16試合に出場。そんな彼ですが、代表戦での出場は4試合。さらに3人目のゴールキーパー野澤選手に至っては、元日の対戦が代表初招集で現時点で代表戦出場数はゼロ。年齢も鈴木選手と同じ21歳。当時 J3 の岩手で36試合出場、現在所属の FC 東京でも出場は10試合ほど。確かにこのポジションは不安と見られても仕方のないところでしょうか。人によってはアジアカップでゴールキーパーにボールが来ることは少ないのではという人もいそうですが、さすがに決勝ラウンドに入ればそういうわけにもいかないでしょうね。ただどのポジションも世代交代の時期はあり、でも今回ポテンシャルはピカイチの選手たちが集まっていると思いますので、アジアカップのグループステージから徐々に慣れて経験を積んでいってほしいですね。また前評判は当てにならないについてですが、まあこれは今更言うまでもないことですよね。先日サッカーデータサイトオクタがスーパーコンピュータで算出した日本の優勝確率は 24.6%、 2位韓国の 14.3% を大きく引き離しているとはいえ、確率的には4分の1にも満たない数値。しかも突発的な怪我人や選手のコンディション、戦術の相性、レフェリング、そして運など、実際にやってみないとわからない要素がたくさんあり、だからこそサッカーは面白いと言えますよね。
では次にこの記事に対するネットの反応を見ていきましょう。確かに前評判通りとならないのが国際大会。ダークホース的な国や選手が突発的に旋風を巻き起こすこともある。だから面白い。他のところも強くなってるかもしれないが、間違いなく選手層は飛び抜けて充実している。ただ勝負には実力だけじゃなく運の要素もある。過去においても理想のゴールキーパーやフォワードが備わったことはないし、以前の輝かしい世代が誇っていた中盤は蓋を開けたら輝いていなかったとも言える。日本の実力は現状歴代のアジアでナンバーワンなのは間違いない。ただサッカーは強い方が勝つわけではないからね。まあ確かにゴールキーパーは不安材料だよね。基本的に長くやれるゴールキーパーというポジションはベテラン勢が入ってチーム全体に安定をもたらすことが多いのに、今回の日本代表では経験ないゴールキーパーばかりだからね。鈴木の能力はピカイチで懸念があるとは思わない。むしろゴールキーパーも日本の長所になる。シントトロイデンでも立て続けにビッグセーブを連発していた。さすがに今回はベスト4までは難なくだと。以前とは実力が比べ物にならないくらい強くなったからな。今回の日本は前回前々回と比べるべくもなく圧倒的にレベルアップしているんで、決勝でイランか韓国と対戦しても3点は取れそう。親善試合はともかく直近の公式戦ミャンマーとシリアを蹴散らしてるから前評判だけじゃないんだよな。そういうのを前評判って言うんだよ。わら、強いはずのチームが0対1で負けることがあるのがサッカーの奥深さであり難しいところかな。サッカーってのは結果が安定しないのが売り。それでもアジアを蹂躙してしまいそうな気がする。アジアカップというと不可解な判定も多い印象があります。中東の笛は要注意ですね。普通のこと普通に言ってるだけの記事だな。そうですねとしか言いようがない。最大の懸念は怪我。今回の記事にはありませんでしたが、森保ジャパンのもう一つの不安要素として、ここ最近怪我やコンディション不良の選手が主力に多いこと。ただ練習風景の動画を見ていると、徐々に全体練習に合流してくる選手が増え、12日の時点では久保選手、遠藤選手、そして冨安選手も全体練習に参加した模様。残りは三笘選手と中山雄太選手の2名がまだ別メニューのようですね。中山選手の現状がいまいち不明なのですが、コンディション調整中とのこと。三笘選手は左足首の負傷から徐々に回復し、すでに練習風景では走ったりもしているため、もう少しで復帰できるかもしれません。これらのことは森保ジャパンにとってとても良いプラス材料だと思います。あとはこれ以上新たに怪我人が出ないことを祈りたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。